こんにちは。英語も堪能な、うん、割と優秀な刑事さんかと思いきや、うん、結構アル中気味の、そうそうそう、同じ警察署の中に妹がいて、ね、それでその妹にいつも怒られてるようなお兄ちゃんの刑事さんなんですよね。何回しやらかして、うん、交通課に今左遷されてるっていう。追加撮影で脚本が変わってったんですよ。それで最初に撮り始めた時はもっと出番も少なかったし、それで全然妹の下りとかもなくて、まあ僕の役の部分がかなり膨らんで脚本が新しくできてきたんですよ。最近見た映画は何でしょうか？本当に今忙しくて映画館に行けないんですよね。だからホテルで BOD って言うんですか、一番最近見たのはバッドシティという小沢さんのあれを見ました。